聞かせるトレーニング講座いきます。先日ビジターの方が来られて、大胸筋の入れ方がわからないからちょっとご指導願いますかみたいな感じで来られたんで、まあいろんな種目やってもらったんですけれども、大胸筋がまずアイステンションできないわけですね。固くすることができないからなかなか難しいですよね。その方はものすごくいい体されてて、背中とか肩とかは大きいんですけども、大胸筋をアイステンションできないっていうのがやはり、トレーニング効果は遅れますよね。私はあんま胸を張ったしてないんですけども、それでもアイステンションできますからですね、ぐーっと。アイステンションができなければ引っ張ってもらうときは効くんですけども、こう収縮させるのが逃げてしまうわけですね。そういう方、アイステンションできない方でもエキセントリックな動きでは大胸筋に若干効きますから、そういうことで攻めていって、まあ、日常生活でアイステンションの練習をするといいかもしれませんよね。大胸筋を持って収縮させる練習ですね。こういう動きを地道にやることが早道ですよね。いろんな種目を試すよりも、まず、大胸筋のアイソテンションをやってみることが大事です。腹筋などもやっぱ入れば、発達しますからですね。それが硬くならない状態でいくら動かしても、それは筋肉は動かずに、バーベルが動いた状態になりますから、まあ、効かせるトレーニングとしてはまずアイソテンションですね。それを地道にやっていくべきですね。そのためにもこうやって動画を撮ったり、鏡を見たりするのは有効ですから、まあ一番いいのは指ジムに来ることですけどね。まあアイステンションが重要だってことでいかがでしょうか。